フィニアス・クインビーフィニアス・クインビーは、メスメリスト、心理療法家であり、独自の病気感、心身感を唱えた。彼の思想は、19世紀アメリカ合衆国で始まった、キリスト教における、新潮流入相との元祖と考えられている。人によっては、クリスチャンサイエンスの起源、先駆であるとも言われる。クインビーとジョシュのルーシャス・バークマー・クインビーは、ジョシュ・ルーシャス・バークマーに、 メスメリズムを施し、バーグマーは、催眠状態で、投資能力により、患者の病気診断を行い、治療法を指示した。クイン・ビーは、バーグマーが、患者の病気に効果がないはずの薬剤を処方した際も、患者の病状が、しばしば回復することに気づいた。彼はここから、人々が精神及び心の変容を通じて、信仰による癒しを経験する能力がある。 つまり病気の原因は誤った信念であり、正しい信念、信仰を持てば病気が治るという考え方を発展させた。この癒しの信念は、神の愛及び自然界よりも、もっと現実的なより深い霊的実相という、神学に根ざしたものであり、自分の治療法は、イエス・キリストが解いたものと同じ方法の科学であるとし、自らの見解を人々に解き始めた。 後にクリスチャンサイエンスの基礎を築いたメリー・ベイカー・エディはクインビーの治療を通して影響を受け一時期彼の考えによく似た思想を展開したメスメリズムはフランツ・アントン・メスメルに始まる治療法で催眠術の元になった自己啓発セミナーの歴史自己啓発セミナーに関する情報成功哲学のガンソフィニアス・クインビー前編スピリチュアル史解説 コラム、泉隆一マイナビニュース、ハニアヤチョ、頂上現象大辞典成功処方、2001年。ありがとうございます。